皆さんこんにちは。今回は大御所らしい渋い演技で作品に重厚感を与える村上弘明さんについてご紹介していきます。村上弘明さんのご家族について、自身のがんについて皆さんに知っていただけたらと思います。村上弘明さんは必殺仕事人や時代劇などで活躍されており、芸能生活40周年を過ぎても現役の俳優として数多くの作品に出演し続けています。ここで簡単にプロフィールをご紹介しますね。生年月日1956年12月22日身長185センチメートル、出身地岩手県陸前高田市広田町、最終学歴法政大学法学部政治学科中退、所属事務所オスカープロモーション、佐藤健さんや菅田将暉さん、竹内涼真さんを輩出した仮面ライダーシリーズですが、今やすっかり若手俳優の登竜門となっていますよね。実は大御所俳優として知られる村上弘明さんも仮面ライダーでブレイクしたんです。なんと大学在学中に友人が無断でオーディションに応募したことをきっかけに芸能界入りします。その後事務所の意向により受けた仮面ライダースカイライダーの主演オーディションに見事合格、そしてデビューを果たすことになりました。当初は不本意だったという仮面ライダーへの出演ですが、これで役者一本で生きていくことを決意できたのか、大学を中退し、その後もドラマ、映画などで活躍します。仮面ライダーでデビューしたことから、この頃の活動の中心は現代劇でした。そんな中で1985年に必殺シリーズに出演したことを機に、時代劇でも活躍するようになります。NHK の大河ドラマには6作品も出演し、常連と呼べるほどです。私生活では1990年にモデルやタレントとして活動していた田島美也子さんと結婚、その後次男次女計4人もの子供に恵まれました。自身が田舎育ちでやりたいことをできる環境になかったという村上弘明さん、その代わりに子供たちが興味を示したものは全て行わせていたんだとか。特に熱心に通わせたのが英会話で、物心つく前から英会話スクールに通わせていたそうです。これほど熱心に英会話に取り組ませたのは田島美也子さんの意向だそうです。田島さんは米軍基地が近くにある環境で生まれ育ち、留学を夢見たこともあったため、子供たちの英語力の向上に力を入れたんだとか。ただ4人の子供を育てるだけでも大変なことです。それに加えて惜しみなく習い事に通わせるなんて、相当な収入がなければできませんよね。金銭的な面でもさすが大物俳優と言わざるを得ません。そんな子供たちはどのように育ったのでしょうか。一緒に見ていきましょう。村上弘明さんの長男の名前は優穂さん。2023年現在オスカープロモーションに所属し、俳優として活躍されています。両親が芸能人ということで自然と俳優を目指したのかといえばそうではありません。優穂さんが俳優を目指すきっかけとなったのは、父の村上弘明さんと親しい仲だった市村正親さんと一緒に見た舞台に影響され、俳優を志すようになったそうです。父親の村上弘明さんのように俳優になりたいという夢をずっと持っていたようです。そのため飲食店でアルバイトをしながら舞台俳優を目指していたという情報がありました。その後結婚したら人生激変の妻たちに両親と共に出演した姿が事務所の目に留まり、スカウトされ念願の芸能界入りを果たし、俳優として活動するようになりました。端正な顔立ちと185という高身長で、今後の活躍が期待される優穂さん、きっとそう遠くないうちにブレイクを果たすことでしょうね。次男については2023年時点で高校生ということもあり詳細は不明。ただ村上弘明さんが好奇心が旺盛と語るように、ダンスやスケボークライミングなど様々な活動を行っているようです。まだまだ可能性は無限大のようですね。村上弘明さんの長女の名前はみくりさん。早くから英会話を学んでいたこともあり、20歳の頃にアメリカへ留学、2020年時点ではイギリスに住んでいたそうです。すっかり海外が拠点となったみくりさんですが、当初村上弘明さんは留学に反対していたようです。
可愛い娘が海外で暮らすことを心配するのは親としては当然と言えるでしょうね。そこで村上弘明さんは留学先に一つだけある特集クラスに入ることを条件に留学を許可しました。わずかな人数しか入れないことから無理だと思って出した条件だったようですが、みくりさんは見事に特集クラス入りを達成。それ以降も海外で暮らしていることからよっぽど海外が気に入ったのでしょうね。現在では現地でアパレル業の仕事に就いているようです。続いて次女ですが、2023年時点で大学生。指名等の詳細は明かされていませんが、卒業後は映像関係の仕事に就くことを希望しているんだとか。そのため村上弘明さんは次女も海外に住むと予見しているそうです。4人のお子さんを持って村上弘明さんは一見健康に幸せに過ごしていると思いますが、実は癌を患われていたようです。2018年2月に村上弘明さんは大腸癌がステージ0と超初期の段階で発見されます。他の臓器等への転移もなかったことからすぐに手術を開始、そして手術で腫瘍を取り除いた後は投薬治療も必要なしだったため、癌の治療のため仕事をキャンセルすることもなかったんだとか。このように癌とは思えないほど何もかもがスムーズだったため、あまり癌のことは知られないようです。これほど順調に癌との闘病を終えられたのは妻である田島美也子さんのおかげだったんです。芸能人は体が資本ということで、毎年人間ドックに行っていた村上弘明さんですが、2018年は面倒だったため行くのを躊躇。それでも妻に指摘されたことで、しぶしぶ人間ドックを受けると大腸がんが見つかったそうです。もし人間ドックに行っていなければがんは進行していたはず。がんと分かった時は手遅れになっていたかもしれません。まさに妻が村上弘明さんの命を救ったと言っても過言ではありませんね。愛する人の命を守れるのは医者ではなく家族なのかもしれませんね。そんな村上弘明さんの命の恩人でもある奥さんはどんな方なのでしょうか。奥さんは、妻は12歳年下の元モデル田島美也子さんです。1990年に結婚した2人は2023年現在も仲睦まじく暮らしているようです。多忙な夫を支えるためか、結婚と同時にモデル業を引退した田島さん、スタイルが抜群でとても美人です。1980年代に写真集を出版し、人気もあったタレント、モデルの方です。またデビュー当時から料理がとても得意で、何でも作れると言っていたようです。芸能界にデビューして、すぐに村上さんと結婚して引退したため、芸能活動期間はそこまで長いわけではありませんでした。しかし2017年、26年ぶりにメディア出演を果たしました。テレビ出演を通して、イケメン俳優の夫が世間のイメージよりも親しみやすい人物であることを伝えたかったそうです。19年には夫と共にテレビ朝日の徹子の部屋に出演し、彼の散らかし癖について暴露しています。クールな2枚目という印象があった村上さんのイメージが妻によって崩されていく様子は見ていて微笑ましいですね。最後に村上さんの住まいに迫ります。正確な自宅の位置は分かりませんが、村上さんは長年家族で東京に住んでいました。しかしある番組を通して夫婦で北九州にお試し移住したそうです。東日本大震災で岩手県陸前高田市の実家が半壊し、親戚を失った村上さん、以来震災の多い国でありながら東京に人口が密集していることに危機感を覚えたことがあるのかもしれませんね。田舎で静かに暮らすのも良いと考え、移住を体験してみたのでしょう。二枚目俳優というイメージを一新するため、今後は人間味を前面に出して活動していくのかもしれません。いかがでしたか？最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。